皆さんこんにちは、 H センスの浜田です。本日の動画は好きなことで食べていくというお話をしたいと思います。それでは早速お話ししてまいりましょう。好きなことをして食べていくにはどうしたらいいのでしょうか。当たり前ですが、好きなことを見つけることがまずは必要になります。その好きなことを見つけ出す時の注意点は、周りの評価を気にしないということです。これかな、あれかな、これならおかしくないかなになってしまえば、それは好きではなく人の目を気にしてやっている好きなことになります。つまりですね、その好きなことは好きなことをしているように見せるためになります。それでは長続きはしません。好きを仕事にするには、その好きに情熱があるのかが大切です。好きからできた情熱はどんな壁も乗り越えられるエネルギーがあります。人には必ず好きなことがあります。もし今その好きなことがなければ、小さい時に夢中になったこと、それをですね始めてみてください。そこからきっと好きなことを発見することができるはずです。私は好きなことはいくつかあるんですが、たまにこれでいいのかな、もっと他に好きなことがあるんじゃないかなんて考えることがあります。そんな時は、私も幼少の頃好きだったキャプテンハーロックや宇宙戦艦ヤマト、ガンダムやマクロスといったアニメを見たりすることがあります。なぜこういったアニメが好きだったのか考えてみますと、宇宙船やロボットなどのメカが好きなことが挙げられます。これはですね、今の車好きにもつながります。もっと深く考えていくと、メカの中でも特に主人公のロボットとかではなく、そのロボットが収納されている戦艦や基地の方が好きなことに気づきます。これはですね、ガンダムでいうとホワイトベースであったり、コンバトラー V のナンバラコネクション基地だったり、キャプテンハーロックのアルカディア号などが好きで、友達とは違うものが好きなんだと後に理解することになります。これも掘り下げていくと、みんなが結局帰る場所、集まる場所、安定した場所、全てがあるところ、ものが好きなんだという理解になり、これは今の私の夢でもあるホテルに間接的につながっていきます。ではどうやって好きなことで食べていくのか、要は仕事にしてお金を稼ぐのかというと、それぞれいろいろな好きなことがありますので、ここでは具体的な手法はお話ししませんが、共通なこととして言えることは、その好きなことをして食べていけている自分を想像し、その未来の自分から臨場感を持って毎日を過ごすようにすることが好きなことで食べていける方法なんです。これはイメージすることも大事ですが、今の自分ではなく未来の自分から臨場感を持ってという部分がとても大切なんです。臨場感とは、実際その場に身を置いているかのような感じという意味なんですが、分かるようで完全に理解している人は少ないのではないでしょうか。例えばそれは好きなことで食べていっている自分をより細かくイメージすることでもあります。その時の自分はどういった服装をしているのか、どんなライフスタイルを送っているのか、さらに細かく見ていきますと、どんな車に乗っているのか、どんなレストランでどんな食事をしているのかなど、細かくイメージすることで臨場感を高めてイメージすることができると思います。またですね、未来の自分をイメージした時、それが今まで経験した内容に似ていることをイメージして臨場感を持つこともできます。例えばみんなの前でスピーチをした経験があれば、好きなことで食べていっている未来の自分も好きなことでどうやって食べていけるのかという講演をですね、大勢の前でしていることを想像すれば、経験したスピーチでの緊張感を感じながら未来の講演のことも想像できるはずです。どうでしょうか。イメージしてみてください。できますよね。私はスポーツジムに通い出してから5年が経ちますが、きっかけは子どもの学童保育の運動会での出来事でした。タイヤの上に乗っているママさん1人をパパ2人で引っ張る競技でビリになってしまい、体力のなさを知ったのです。しかもそのママはめっちゃ軽いママだったのです。それからジム通いをしてますが、ジムで筋トレやランニングをしている時、あの時の引っ張っている競技を思い出すと手に汗を握ったり、また親子リレーで自分が選ばれて走ることを想像すると、これまた手に汗を握ったり心拍数が上がったりします。これはすでに未来の自分を臨場感を持って体験しているということになります。
実際に私は未来で走っていることを臨場感を持って想像イメージしたことで親子リレーに選ばれ走りました。好きなことで食べていくにはまずは好きなことがなければ見つける。どうやって見つけるかというと、小さい時に夢中になったことなどから探してみる。そしてですね、どうやって好きなことで食べていけるのかというと、好きなことで食べていっている自分を臨場感を持って未来の自分から想像することが大切だということです。皆さんもぜひトライしてみてください。以上で好きなことで食べていくというお話を終わりますが、皆さんいかがでしたでしょうか。好きなことで食べていく具体的な手法として、ネットショップの開設や動画制作などのご依頼ご相談は下記 H センスのサイトからお問い合わせください。お待ちしております。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。